二式水上偵察機二式水上偵察機は大日本帝国海軍が正式採用した単発、副用、複座、総備機船の水上偵察機二式単座水上偵察機との区別のために二式複座水上偵察機とも呼ばれる設計はドイツのハインケル生産は愛知航空機ハインケル社での車内故障は HD-25 である本機は 関西推定として艦上に設置した滑走台より発信するのが大きな特徴となっている。設計は至って常識的でスタガット式の服用、総浮き船式、開放式従列複座であった。1926年に試作機がドイツのワルネミュンデで初飛行し、日本に輸入し、行われた試験の結果、1928年3月に正式採用され、 二式水上偵察機と命名された。愛知航空機で16機が生産され、巡洋艦搭載推定として使用された。なお、輸入当初の HD-25 のことを、海軍は、ハインケル式軍艦用水上機と呼称していた。また、同じ1928年には、低新省航空局の民間旅客機試作要求に合わせて、 非武装型の水上旅客 KB-1 が1機、生産された。三菱の MC-1 や中島の ND-25 と比較試験が行われたが、複列操縦席が主翼の後ろにあって視界が悪い上、開放式の操縦席、複用ハフバリという旧式な構造が問題視され、日本航空輸送で訓練や社員の輸送に用いられただけであった。二式水上偵察機。 ありがとうございます。